うちの実家はもともと旅館で、祖父が他界した時に後継者がいないからと廃業にした老舗旅館だったために、かなりいい陶器や漆器があって、親戚で目利きのできる人が一部を買っていった。残ったものも、良い品は美術館や郷土資料館に寄贈して、それでも余った分は、親戚や近所の欲しい人が持っていったので、ゴミ以外は何も残らず綺麗にさばけた。建物は父が相続したけど、管理が大変でどうしようかと親戚で相談しつつ、しばらく放置してたら、他県の人から建物を破格の値段で買いたいという話が来た。そこで商売をしたかったとか。相手の希望で建物内の家具等はそのまま引き渡すことになったけど、器は前述の通り人手に渡っちゃってるので、その旨を伝えたら、建物を買い取って欲しければ、器を残らず回収してセットにしろ、と言われてすれたい。別に買い取っていただかなくて結構、と父が怒ったら、予想外のリアクションだったらしくて、いいの？本当に手を引くよ？他に買い手なんてないんでしょ？みたいに慌ててたけど、父は極端に頑固な人なので、一度売らないと決めたら売らないんだと一周。じゃあ器はいいからと相手が折れても、頑固親父はてこでも動かず。すごく古いから、歴史的価値はあるのかもしれないけど、修繕するのに、ものすごいお金が必要だし、自治体からの助成金なんて、万が一出たとしてもスズメの涙だろうから、直すとなると本当に大変。相手はその辺を突っついてきたんだけど、父は、誰が直すと言ったんだ、と鼻で笑って、いい機会だからと、その年のうちに建物を壊して、更地にしてしまった。親戚の間でも持て余し気味だったから、いいんじゃない？って、感じで誰も反対しなかった。相手の人は、実は、本当に、その建物が欲しかったらしく、自治体に、どういう交渉をしたのか、役人を一人連れて、わざわざ工事現場まで来た。でも、その時には、もう建物半壊の状態。役人も個人の資産ですし、言っても文化財になるようなものでもないから、とやる気なしな感じで壊されていく建物を二人して眺めてたから。建物内の家具で状態の良いものは人に引き取ってもらったんだけど、後からそれをどこかで聞きつけたのか。例の人からせめて家具だけでも譲ってくれたらよかったのに、と恨み事の電話が来てまたすれたい。たまたま電話に出たのが父だったもんで、怒り心頭でぶち切れたら懲りたのか、その後は何の連絡もない。母が言うには、あちらが提示した金額っていうのが相場の倍近かったらしく、家具込みだとしてもちょっと破格すぎるくらいだったって。いくら観光地の中の土地としてもどんどんひなびていってるところだから、そこで一攫千金を目論むのもおかしい話だし。水郷な金持ちなのか、極端な世間知らずなのか、それとも何か狙いがあったのかと、両親は話が来た当初から警戒してたそうな。寄贈した器の中には、それこそ文化財になったものもあるから、それが狙いだったのかも。